6月13日木曜日、天気は曇り、気温は27度、梅雨目前の愛知県です。今日は何をしにフィールドに出てきたかというと、去年から今年にかけてメディアを騒がしているあの虫を捕まえに来ました。その虫はなんせ匂いがきついきつい虫なので、この動画を最後まで見てしまうと、見終わる頃にあなたのスマホから匂いがにじみ出てしまう危険性がある。なので閲覧注意でお願いします。お疲れ様です、マーチと申します。今回の主役は皆さん大好きカマキリではなくカメムシです。カマキリに期待してこのチャンネル見てるのに、今回はカメムシ興味ないから離脱したら。ちょっと待って、離脱しないでください。頼む境に。大丈夫です、安心してください。このチャンネルはカマキリ好きによるカマキリ好きのためのチャンネルなので、動画の後半にバッチリカマキリ出てきます。なんならカマキリを引き立てるためのカメムシ会なので、どうか離脱しないで最後まで見ていただきたい。ということでカメムシを探していくんですが、なんで急にカメムシ探してるんですかって思う方もいると思うから、その意図を先にお伝えすると、皆さんニュースとかいろんなメディアで今年の春カメムシが大量発生して大変なことになってるよというのを見ていませんか。私も先日そのニュースを見たんですけど、とんでもない量のカメムシが発生してるみたいなんです。で、その大量に発生したカメムシが自然の多いところでおとなしくしているならまだしも、街中に溢れ返ってるらしいんですね。例えば街中の街灯とかコンビニ、お家の外壁、そしてベランダに干してある洗濯物に大量にくっついているところもあるらしくて、これに関しては虫の苦手な人からしたら地獄絵図の阿鼻叫喚で帰国収集。そして加えてこれらのカメムシの一番タチが悪いのが匂い。これは虫好きであろうが、臭いもんは臭いし、うまいもんはうまい。そんなわけで今日は昆虫界の最強ハンターカマキリを多数飼育する私が、街中に迷い込んだカメムシ、通称アーバンカメムシを捕まえてカマキリの餌にしようかなと考えている次第。それに現在我が家ではちょうど餌切れしそうな状況だったので、餌虫を補充するまでのつなぎとしてカメムシを捕まえていきます。で、アーバンカメムシを捕まえるといっても、住宅地に入って撮影するのはさすがに NG なので、住宅地が周りにある公園で撮っていきたいかなと。そしてカメムシはカメムシでも、私が何を狙っているかというと、キマダラカメムシ。というのもこのカメムシ、日本に生息するカメムシの中でも体のサイズが大きい種類で、かつ外来種であるというのがこのキマダラカメムシなんですね。で、彼らはどこに生息しているのかというと、こういった桜の木に集まっていることが多いらしいということで、この辺の桜の木を見ていきます。あ、いたいた。しかもダブル、こことここね。これだけ大量発生してたら見つけるのも簡単なもんですよ。で引くわけには。これで。よし、帰ろう。はい、自宅に帰ってきました。捕まえたカメムシたちはこちら。ではこの子たちを我が家のカマキリに与えていきましょう。まず1匹目与えていくのはこの子です。沖縄産ハラビロカマキリ、もう1年くらい生きてる長生きな子です。長寿のおばあちゃんカマキリ。そう考えるとおばあちゃんに無理やりドリアン食わせてるみたいな感じになってしまうね。申し訳ない。申し訳なさすぎるな。ということで私もカマキリと気持ちを分かつためにカメムシを食べません。いやもうさ、昆虫をガチで食べるのは他の YouTuber さんに任せましょうよ。だって私がやってももはや南蛮煎じやねんってなるじゃないですか。だから昆虫を食べるポジションはしゃーなしですけど、他の方に譲ります。すいません。まあ食べれなくはないし、食べたら多少再生回数上がるかもしれないけど、しゃーなしです。もったいないな、本当はやりたいけどな。
さあということで食べてくれるかな。2日ぐらい餌与えてないのである程度腹ペコかとは思うんですけど、どうでしょうか。食べてくれました。あ、出てきましたね。これが匂い成分の分泌液とでも言いましょうか。じゃあちょっと私もカマキリと気持ちを分かつためにこの匂いを嗅いでみたいなと思います。なんだろう、工場のものすごい濃度の濃い油みたいな、そんな匂いがしますね。胸のところ気持ち悪くなるような、なんとも例えようが難しいんですけど、めちゃくちゃ臭いっすよこれ。いやでもほんとカマキリは何の問題もなくパクパク食べてますね。匂いなんてもろともしないです。むしろその匂いが癖になる、このレベルで食べてますよね。この匂いが癖になるんだってな感じ。パクチーみたいなパクチー好きの方には申し訳ないけど、パクチーってものすごい匂い風味があるじゃないですか。バリバリ食べてますね。聞いてください、カマキリで咀嚼音。さあ続いては赤ちゃんカメムシたちをまだ幼虫のこちらオオカマキリに与えていこうかと思います。サイズ感的にはねかなりいいサイズだと思うので、オオカマキリにとっても良き餌になるんじゃないかなと思います。先を急ぎましょう。お、気づきました。こんなはずでは。おお、早かったですね、こちらも素晴らしい。まあまあやな。はい、ということで今回は日本全国で大量発生しているカメムシを捕まえてカマキリに与えてみたという動画でした。まあとても匂いのきつい昆虫であるがゆえに、家に入ってきたりよく見かけたりすると不快になる方も多いかと思いますが、ことカマキリスト、カマキリ飼育者にとってはこのように良き餌になるかもしれないので、ぜひカメムシ捕まえたらカマキリの餌にしてみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画も以上となります。私のチャンネルではこのようにカマキリ好きがカマキリ好きのためにカマキリの動画を発信していきますので、この動画が良かったと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。またカマキリ関連のオリジナルグッズも販売しております。買っていただけますと今後の活動の励みになります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。